じゃあ、かります。よいしょ。はい、じゃあ、そっと乗せて、蓋そんで測れるでしょ。500、510、この間ここで520、510。はい、この子のじゃあ様子を携帯のメモをちょっと見せてもらって。様子は普段いつも変わりないんですけど、食欲、やちもし何グラムとか、ペレット何グラムとか見てません。ここです。ここがお水で、ここがお水。ちょっと待って、お水はこれを入れて、で、こっちで減った、こんだけ飲んでいく。231、260、230いくつってこと。はい、これはこっちで増えてるけど、こっちが元でしょ。こっちが元です。これはなんで増えてるの。これ多分逆に書いちゃったのかな。逆かな。はい、なるほど。35とか、まあ、30ぐらいでどうですか。はい、はい、まあいいや。で、チモシーの食べるは。チモシーはここです。こんだけ入れて、で、こっちを夜ちょっと増やして、賞味貯めたのは、じゃあ何グラムかちょっと教えてください。1日34、バラバラなんですけど、多分例えばこの日、10日の日は 31.5 で 34.5 から5を増やしたので、で、結果こんだけ、元は 34.5 入ってて、はい、入ってて、5.5 増やしてるから40入ってたからね、はい、それで 14.5 減ったってこと。5が減ってました。これ 14.5 食べたってこと。 14.5 減った減った。ね、絶対見たらいいんですよ、私に。何グラム、要は何グラム食べたかなって知りたいんです、一日ね。そこまで乗せてもらえると嬉しいですね。計算をしない。多分5グラムぐらいしか多分食べてないですよ、チモシー。チモシーは。1日。大体。はい、大体。少ないよね、5グラム。はい、結構少ない。ペレットは？ペレットは、お餅は5、6グラムぐらい食べてる感じですね。5か6グラム。はい。それからあとはうんちの数。うんちの数はいつも200は超えてる感じ。200個ぐらい。はい、200個オーバー。200個オーバーです。はい。おしっこもしっかり出てます。おしっこも出てます。見た感じの元気は？まあ元気はいつも変わらない感じですね。まあまあ、はい。ただ体重が、今510ですね。そう。体重の移り変わり。こんな感じで524、はい、なんか病院に行った次の日からなんか急激に減ってきて、で毎日どんどん減ってきてて、そうなんですよ。でこうやってどんどんちょっとずつ減ってきてて、今まではなんかずっと増えてたので、それまでなんか入るの初めてなんですけど、病院来たことがストレスになった。はい、じゃあ一回診断検査します。はい、じゃあ顔見してください。お餅ちゃんね。はい、ごめんね。はい、点眼と、はい、耳のチェック上の歯が形が変なんだよね。一個足りない。こうなってるんだよね。まあ、歯と歯茎に色見るけど、歯茎の色はそこまで悪くはないと思いますけどね。赤みがかったピンクでしてるし。はい、この色ですね。足色がちょっと赤いですね。9月で1歳。はい、はい、
この子でさ、病院来たのでこの間が初めて。違います、今までも毎月行ってました。行ってました、はい、で、病院行って帰ってくるとなんかしょんぼりしてます。しょんぼりっていうか体重減ったりします。特にですね、今まではなかった。はい、なんていうかな、緊張しちゃったかな。わかりました。それじゃあね、はい、終盤にかけさせてくれる、うんうん、もうさせてくれるしね。まあここは1日1回かけるとして、はい、おいしい。ブラッシングは嫌いです。ブラッシング嫌い、はい、じゃあウェットブラッシング、はい、優しくやって、はい、リアクを1ミリくれる、水に溶いて。これ、あの、毛球症の毛を流しやすくする薬で、好きな子半分、嫌いな子半分、で、約1ミリ、はい、好きかな、好きじゃないか。これ、あげたことないですよね。なんかないですね。ないです。とにかく同じ子教えてあげよう。これですね。どうぞ。好きな、はい、タイプみたいね。あんま好きじゃないか。そんなことない。好きな子多いよ。どうですか。起きた、起きた、起きた。分かったもん、あいつ。はい、ブラッシングして。はい。リラックスさせる薬を飲ませますよ。はい、腕の緊張を許すというか。スプラミクタジンっていう、まあ、抗ヒスタミンでちょっとリラックスできて、食欲が刺激される。抗ヒスタミンって人間の風邪薬で使うやつだね。かわいい、おもちちゃん、おもちちゃん、ちょっとちょっと逃げないでね。それとあと一般状態なんだけど、そう、せっかく観察してるから、あの、最後に乗せるのは1日で何グラム食べてるか、チモチーとかペレットとか、それからあと1日で何個の違いで見せるか、そこをちょっと乗せておいて、はい、せっかくそこまでね、うん、要するにさ、この間もちょっとお話したと思うんだけど、うん、どんだけ食べとるかは問題じゃないですか、うん、24時間で、うん、要は、チモシーは体重の 2% 以上食べてほしいわけだから、もし 5g だったら少ないよね、うん、10g ぐらい、そうそう、10g 以上食べたりもし、あの、チモシはね、で、ペレットはまあ 10g で止める、まあ10か11ですね。これはちょっとこうやっても飲まないで、ちょっと飲ませますね。ごめんね。ごめんね。お薬って飲ませたことあります？ないね。ない、こんな感じ。ちょっと口の奥まで入れてあげる。そんで、ごめんね、この味は好きだし。食べてごらん。そうか、この子目の色、あ、
そうです、そうです。検査結果って今日で出てますか？1週間だから、うん、ある？ちょっと見して。おもちちゃん出てるじゃん。おもち？今のところはまだちょっと、もう一個の赤く変わってるやつ、皮膚視床筋症が絡んでるとこの色がこうやって赤くなってくる。で明らかにこうやってカビが生えてくる。でおもちさんは今のところ生えてない、はい、だけどこれがスタートが8だからさ、もう1週間は見とった方がいいですね。それで生えてこなきゃ皮膚視床筋症が絡んでないんだから。点眼はやれてるのかな？あ、やってます。1日3回やれてます。でちょっとたっぷりめに刺してさ、はい、それでちょっとこう目の周りをこう拭いてあげると。でもまだ赤いね。うん、皮膚視床筋症が絡んでない。3回刺せます？3回刺した。じゃあもう1種類かぶせていいですか？これやってるじゃないですか、はい、で1分間置いてこれも刺してください。それも同じ量刺す？そうそうそう。で1日3回ですか？3回で30秒以上間空けてください。30秒から1分。そしたらこっちに刺してもらっていい？眼瞼周囲炎、点眼とお風呂着刺し、それからコンディショナーとグルーミング、それからペリアフが1秒、それからあと、はい、さあもういいかな、1分かな。これもさ、 目だけじゃなくてさ、この目の周りのちょっと赤いところまで、でちょっとすぐ拭かないで、ね、10秒から30秒乗せといてください。でそれから拭き取る。それからあとはまあ全身の保湿と足裏ね。それから全然毛取れないんだ。全然ブラッシングやらせてくれないの？多分さ、ちょっとやるとすごい取れるんじゃない？そして、うん、お腹もいる。取れなかった。それであんまり、まあ、うん、よいしょ。そう、毛でさ、ほんのちょっとでこんな取れるからさ、うん、あとね、もう一個これも出していいですかね、うん、でこれはね、うん、取れるわね。猫の長毛種。あ、それ家にあります。あ、じゃああげてください。あ、はい、注射器あります？注射器ないです。注射器出しますから、はい、せっかくあるなら。ラキサトン、はい、うん、だいたい 0.6cc、 はい、だこう注射器をこうやって開けて、でこっから詰めて、だいたいでいいですよ、 0.6 ぐらいで、こうやって詰めて1日2回ぐらい。1日2回、はい、ってことは 1.2 ぐらい。さっきだいぶ食べたけど、うん、でこの子微妙なところだね。そこまで好きじゃないからちょっと口も奥まで入れてね、うん、それでこう中まで入れてあげると上手に食べてくれる、うん、じゃあラクサトーンを1日もしくはさ、大好きだったら別に注射器使わなくてお皿に出してプロプロ舐めるんだ。それでもその場合は 1.2 センチ、大体でいいか、1.2 センチ通勤にで、便の方はちょっと調べさせてください。ちょっとこの場で結果出せないから。はい、この1本目のこれはまだ大きいからありますよね。はい、まだあります、はい、じゃあ2番目、この2番目に出す目薬はあのオフロキサシンという抗生剤、はい、だからこれこそ3回はさせてほしい、はい、3回以上ね。で、そうそう、私こっちやらなかったけど、こっちも予防的にさせておきましょう。目薬とラキサはいいんだ。この注射器は何本うちに残ってる？あ、1本もないです。1本もない、はい、分かりました。じゃあこの注射器を2本出しておきますね、はい、1本は予備で置いておいてください。あとは一般状態の観察をして、またちょっとあんまりさ、うんちの数が尿し200いいよ、はい、便の数が200より少ないとかね、
どんどん体重が減っていっちゃうとか、まあ、もちろん元気ないは一番いかんわけだけど、うん、まあ、一応1週間後にしてくださいだけど、なんかいまいちだったら、だからもう一回ね、食欲はチモシーとペレスね、その他のものもやりましたっけ。ああ、たまになんか穀物あげたりとか。穀物例えば何ですか。ちょっとこれ片付けてくれるよね。穀物って何ですか。要は繊維の少ないものをおやつとして選んでほしいんですよね。これって何ですか。そういうのは成分表示がしてあるんでしょうか。あ、してあります。してあるけどちょっと今手元にはないんですけど、あとこれとか、あ、新しいケース、あ、極みね。これは多分繊維はさ25超えてると思うからそれは OK です、はい、粗繊維を見てもう20切ってるおやつはやめといてください。20切ってる、はい、はい、でペレットもね、ペレットも20超えてるやつを使ってほしいわけです、はい、おやつもね。うん、それだったらもう繊維が10もないようなやつはやらんほうがいい、はい、お腹の腸内細菌層のバランスで、うん、でまあペレットは何グラムだ、これは前みたいに体重の 2% 以上食べてほしいですね、うん、チモシーは体重 2% で決めてほしいよ、うん、でこのその他のものは0から 1%、うん、なしでもいいと、うん、それでちょっと携帯でもいいですから、はい、ガーとうんちは要は24時間に何個出てるかですね、うん、とまああと体重がたまに環境温度はどうなんですか。この子たち環境温度は何度ぐらいなんですか。いつも20度上がっても21度で湿度は 50% 以下ですね、うん、でもこれだと人間めっちゃ寒くない。めちゃくちゃ寒いです。ここ、めちゃくちゃ寒いですけどですよ、ね、我慢してます。ここまで下げなくていいですよ。大丈夫ですかね。人間がかい、まあ、理想はこうだけどなんかただなんかそれ以上あの温度を上げると結構湿度が上がっちゃうので、うん、あります。そうなんですよ。だから人間が快適なあの温度湿度だったら一日でも耐えれます。でも人間がちょっと蒸すなとか不快だなと思ったら一日はもっとしんどい。うん、だからここまでやるとねいるんですよ、たまに信じたかったでしょ、うん、でもそこまで死んでも信じたら耐えれますよ。あ、うん、だからいきなり徐々にちょっと上げてさ、うん、まあ20、まあ湿度はあんま高くてはいかんけど、でもここだって今これパッと置いたら 25.3 で 80% 湿度あるから、そんなにまあ雨普通のせいもあるし、うん、まあでもそれでも信じたら大丈夫ですよ、うん、だからちょっと急に上げるの前だけど、まあ、ちょっとずつ上げれてもいいかもしれませんね、はい、と健康チェック表を見ながらね、はい、というところで、これもう一回渡しておきますね、はい、メモでいいです、はい、じゃあラキサは ラキサさんラキサは出さんでもいいんでね、はい、はい、じゃあもう一人の子、はい、今のところもあります。んケースはケースはここケースと、よいしょ、そうなんですよ、微妙に入ってるんですよ。はい、じゃあ出して、ちょっと身体検査します。はい、はい、なんだっけな、ハービーちゃん、ハービーちゃんはちょっと毛足が長い、うん、で、これ、こうしてね、うん、この子の一般状態、食欲元気や、あの子に関しては、うんちは基本300個ぐらいで、うん、でペレットは同じ 5、6 グラムぐらい食べる感じで、チモシーはただお餅よりは食べて10グラム以上は食べてます。440だからまあ500としてやっぱり 10食べてもいいんだけどね、ペレットもね。はい、耳にしてどういうこと。はい、ああそうか、この子はでも若干色薄いんだよね。はい、そうです。歯とかくちばしの色が、うん、いいね。
はい、一回話してよ、うん、めっちゃ痩せてるんだ。そうなんですよ、ガリガリじゃんこれ。どん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 注文してもペットも 5から6しか食べない。そうですね、食べないです。やっても2人ともそうだけど、手から食べます？うん、ペレットですか？うん、ペレットとかチモシーとか。あ、チモシーとか食べますね。お餅はそんなチモシー食べないんですよね。おもぎはめっちゃ食べるんですけど、うんうん、あ、チモシー、はい、チモシーを、うん、もうどんどんさ、あの基本ね、しつけの基本としてまずペレット、チモシーをさ、お皿でやる前にどんどん手から、時間が許す範囲どんどん手から食べさせてほしいんですよね。今年の8月、まだ買い始めたばっかなんですね。来た当初の体重ってやっぱりこんなもんです。あ、そんな感じでした。だからそのペットショップの店員さんもちっちゃいですって言われて、うん、まあじゃあとりあえずさ、あのうんちを2人とも調べてみますね。はい、寄生虫とかいたらさ、そう、自然を取られちゃうもんね。でもゆるいうんちは出ないの？ゆるいうんちは出たことないですね。いいうんちばっかり、はい、この子も0.5cc やりません、一緒に、はい、なんか結構抜けそうだから。本当好きみたいね。0.5cc 以上食べそう。0.5cc を2回。はい。で、好きな子はさ、これあのこの先っぽかじられんようにね。それとあと毛がさ、すごい抜けそうな気がする。足裏ちょっと。そんな長くないか。まあ、ただかこの子軽いからね、その分の、はい、はい、いか話をさ、これとブラシ、はい、うん、これだけ、うん、ブラシの、はい、本当はちょっと今日抗寄生虫薬やりたかったんだけどな、体重が減ってるからちょっと抗寄生虫薬また今度ね、はい、点眼して展示して、コンディショナーとグルーミング、それでラキサトーンをちょっとやってもらおう。じゃあこの子用にも注射器2本ね、はい、出しておきますからね。で、ラキサは 0.5cc を1日2回注射器2本。この子はでもすごい抜けてる。いっぱいすごい抜けますね。この子はやらせてくれるんですね。この子はまだおむちゃに比べたらやらせてくれます。だからどんどんやりましょう、うん、で、まあんまり嫌がりだったらコームじゃなくてブラシでね、うん、やりながら、ガリガリだもんねこれ。どん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 このチモシ食べるなら、でペレットも400、まあ、50として 9g、2% 9g ぐらいは食べてほしいよね。これこんなに毛があるところはさ、食べちゃってますよ、うん、自分で多分自分してるでしょ、うん、だから食べた毛を便に出しやすくするのはチモシをたっぷり食べること、うん、それからまあラキサトン持ってらっしゃるならそれを飲ませてあげながら観察してください、はい、じゃあ便の方は調べておきます、はい、次回お話しますね、結果。はい、すいません。来週も日曜日って10時からですか？はい、日曜日10時から11時です。やっぱ来れるの日曜日？まあ、いつでも来れるんですけど。あ、そうなの？はい。そしたら日曜日来るから、はい、もし来れるんだったら、はい、今日で14日ですよね。はい。土曜日も平日来れるんだったら平日の方がいいですよ。
本当ですか。検査結果ってもう分かれるか。出てますね。あ、はい、分かりました。だから、もし可能だったら木曜日か金曜日か、はい、午前か夕方の診察室に来てください。分かりました。はい、じゃすいませんでした。で、まあ、ちょっと体重が落ちたところでは、抗菌試薬をつけさせてくださいね。はい、分かりました。はい。